はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、正月に注文していた全築の和竿が届きましたので、そちらを使って調光した内容をお伝えいたします。和竿ですが、もちろん極真さんに作っていただきました。全築ということでお願いしていたので、竿の先っちょですね、先端まで全て竹でできております。本日の動画ですが、こちらの全築の竿を使って調光してみるのと同時に、今まで使っていた竿ですねをそれぞれ比較するために同じ場所で釣りを行ってみました。調光場所はこちらの隅田川支流ですね。こちら隅田川支流も底の方はオーバーハングになっていて、このようにクロダイがそのオーバーハングの下に隠れています。こんな感じでオーバーハングのすぐ下にいて、落ちてくる餌を狙っている様子です。この撮影時期がちょうど4月ですね、真ん中ぐらいだったと思います。この時はまだ水が澄んでいたので、水中の状態がこのように綺麗に撮影することができました。現在5月から6月の映像を後ほどお届けしますが、結構茶色に濁ってきていたので、そういう時期はこんな風に綺麗に水中映像を撮ることは不可能です。底の方もこんな感じに意外の死骸とかが結構あったりしました。この支流の特徴ですが、すごく細かいアミエビが結構たまったりする地形のようです。ストラクチャーの隙間にも結構カキがびっしりついていて、時期によってはこんな感じで意外ですね、こちらもついているようです。この浮き桟橋のあたりですね、ここの下に結構意外がついているので、これを食べにクロダイがよく集まっていることを目視します。ただ豊洲などと比べると水が結構よく入っているせいか、貝の元気とか貝の数自体は豊洲とかの方がもしかしたら多いかもしれません。調光情報です。天候は晴れで、中潮の上げですね、夕方ぐらいの調光です。使っている竿が極真の2本目に作っていただいたもので、先端がチタンとカーボンでできている竿となっています。根元は五星竹ですね、寒竹を使用しています。やったぜ。よっしゃ。両曲がり。見つかんない。よし、よし、面白いです。ああ、ここで初めてやな。これクロダイっす。はい、いっぱいいるんですよ。はい、かわいいやつが結構50近いやつもいるんですよね。そうなんですよ。よいしょ、ありがとうございます。結構いっぱいいるんですよ本当に。これは小さいですけど、
はい、大きいやつは本当に枠はみ出るぐらいこう、あれってそれすると結構楽しいです。続いて今回注文させていただいた全竹の技を使用して調光を行っています。大潮の朝の時間ですね。餌はカニを使用しています。そこまで非常に浅いのでノーシンカーでゆっくりと落としていっています。こちらも五星竹、寒竹ですね。で、先端まで一通り同じ長さの竿となっています。全竹の竿は結構長さに制限があってあまり短く作れないので、こちらはちょうど 2.6 メートルの竿となっております。全竹の竿ですが非常に美しいのですが、竿先ですね、こちらに結構癖がつきやすかったりするので、そこがデメリットであるかと思います。元気なシーバスが釣れてくれました。結構丸々太っていて、バチ抜けのですね、イソメを結構食べていてよく太っているんだと思います。カニエサを使っていても結構こんな感じに簡単にシーバスを釣ることができます。引き続きカニエサを使って釣りをしていきます。全竹和竿の最初のクロダイは30センチぐらいの可愛いクロダイでした。この日は濁りが結構入っていたのか、同じ場所でも当たりが連発しました。
サイズやね。これシーバット、いいサイズ、めちゃくちゃ取れるぜ、今日。ようやく40センチぐらいのクロダイを釣ることができました。よし、サイズがまともになってきた。42。うお、綺麗なクロダイ、嬉しい。はっはー、やったぜ。らしいな。最高がいいね。そんな大きくないけど、綺麗なクロダイ。グッドコンディションや。今回は35センチぐらいのクロダイが釣れました。3匹ぐらいクロダイが釣れたのですが、やっぱり前竹の竹は結構曲がりが綺麗だったように思います。同じ日の夕方の時間帯ですね。一旦夕立が降って、そして雨が上がったぐらいでした。で、竿をこちらも寒竹のですね、一本継ぎの竿で、先端だけがチタンでできている竿になっております。全長180センチと短いんですけど、取り回しが良くて結構使いやすかったりもします。で、こちらを使用しているとですね、シーバスがかかってこんな感じでよく引いています。でかくないこれ。いや、本当かい、ありがとう。あの大きさがね、全然ちゃうけどね。そうそうそう、でかいの釣らないんで。あ、そうだよね、シーバスの時はね、大体そうです。すごい、ありがとうございます。当たってんな、僕見てました。本当？テンテ入ったな。テンテ入りましたよね。今日はだからすごいシーバス調子いいですよね、本当に。俺、黒大に来てるんですけどね。マピロスに結構危なかったです。ああ、そうそうそうね、だからシーバスの方が調子いいはずです。やっと弱りましたね。うん、缶抜きにかかってるから大丈夫。美味しそうな色してますね。うん、食べる分にはね。ああ、いや、それはそれは、ありがとうございます。あ、じゃあぜひ見てください。ありがとうございます。こちらの映像も同様にその日の夕方です。一旦休憩してまた釣りをしに来ました。
な太鼓。はい、結構普通に最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。今回全竹の竿が届きましたので、いろいろな竿と比較してその曲がりを検証してみました。全竹の竹は先っちょまで均一に曲がる印象でした。今後はここぞという時は全竹の竹を使って釣りに行ってみたいと思いました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。